い、どうも、皆さん、こんにちは。昔、なぞなぞで、肩が樹木でできている妖怪が気にするものってなんだ？正解は、肩が木で、肩が木っていう意味不明ななぞなぞを作ったことがあります。クラクラチャンネルのー、ケースケ実況機のー、ケースケです。ブーということで、なぜだかね、血迷ってね、なぞなぞ作ろうってなってね、なんかわけわかんないね、そんな問題を作ったことがあります。で、そんなね、私、ケイスケ、今日はね、何をお送りするかと言いますと、昨日ね、ツイッターでめちゃくちゃ話題のプレイヤーがいまして、なんとですね、アシャさんっていう、ね、プレイヤーがいるんですけれども、そのアシャさんね、すごいですよ。なんとね、タウンホール12になって、わずか19日で、電気壁、もう全部塗り終わったっていう、ツイートね、されてたんですよ。だって電気壁って、あげんのに、400万ゴールド、あ、これ、やられた。ダイクブースト、自分ね、あの、廃課金で、ダイクブーストね、やっちゃったんで、2割ほど安くなってるんですけども、500万っていうことですよね。そうすると資源、まあ、10個で5000万だから100個で5億でしょ？ 15 億分。で、バトルパス、ゴールドパス、入手してたとしても、12億分を、わずか19日で、資源狩りして塗り終えたっていうことで、非常にね、今めちゃくちゃ話題になってるんですよ。で、そのね、最強の資源狩り方法を、こちらね、アシャさんに実際にご連絡いたしましてね、教えていただいたので、今回はね、そちらのアシャさんの資源狩り方法をご紹介するとともに、ちょっとマルチでね、資源狩りやってみたいなと思います。さあ、それではですね、そのアシャさんの、資源狩り方法、こちらをね、ご紹介いたします。まずはクリスタルリーグあたりをライドラ2体、そのうちの1体は援軍でもらう。まあ、要するに資源の節約ですよね。で、0時2発、1発は援軍。で、これをぐる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 ひたすら高回転で回すっていうね、そういう感じらしいです。で、様子を見て 50% を超えるようにベビドラとヒーローをちょこちょこ出してってパーセンテージを稼いで、トロ隊を維持 する。で、トロがね、ちょっと上がってきちゃったりしたら、時々トロ下げしつつっていうね、その繰り返しで、で、戻ると、わずか、まあ、ライドラ1体しか消費してないわけじゃないですか。なので、その数分でもう、ユニットがね、もうできているので、ポーションいらずでお得っていうのね、聞きました。で、援軍でね、クランジョをもらうのに10分かかるじゃないですか。で、戻った時に、クランジョをね、もしね、まだね、申請できなかった場合は、自前で、ライトニングドラゴン2体ぐらいね、出していくっていうね、そんな資源狩り方法だったらしいです。で、実際にね、リプを見させてもらったところね、はい、こちら、こんな風になってて、もうちゃんと 50% 以上稼ぎつつ、資源とかもね、50万、50万以上ね、しっかりと狙って、資源狩りをやっているっていう、そんな攻め方だったんですよ。なので、ね、自分もね、さっきね、ちょっと一回ね、やってみましたんで、ちょっとリプレイ見ていきます。さあ、ということでね、ちょっと見ていきましょう、リプレイの方を。こんな感じでね、ライトニングドラゴンね、まだね、レベル1なんですけれども、これとかもね、対空砲がない、ところですね。ここの、ポンプ施設系をね、狙っていって、しっかりとチェーンライトニングでね、削っていきます。で、対空砲がないんで、ここら辺とかね、無償で、壊せて、ここのレイジはね、いらなかったかもしんないですね。いらなかったかもしんないですね。だってこっちの方がに、すぐ流れちゃったんで、ちょっといらねえなーっていう感じだったんだけど、でもライトニングドラゴン1体、もうアンロックしてるだけで、もうこれだけ普通にチェーンライトニングで稼げちゃう。まあね、タウンホール11以上じゃない、の人じゃないとできないとは思うんだけど、でもまあ、本当にね、タウンホール11とか、あとは12って壁の、料金じゃねえや。資源がね、すごい高いんで、なのでこれをね、高回転でぐるぐる回してって 50% で、しっかりとね、戻っていくっていうのはね、なかなか効率がいいですよね。で、上方向も、はい。こっち方向から出してって、で、まあ、最悪ね、50% いかなくてもね、やっぱりクリスタル体をね、維持しておきたいんで、普通にね、50% 取れなくても資源大量に奪えればいいっていう感じです。で、あとはね、タウンホール11以上になってくると、ウォーデンが出てくるんですよね。その射程の長さを活かして、ポンプとかもね、外からね、こう削ったりとか、アチャクイでね、削ったりとかもできるんで、めちゃくちゃ便利ですよね。なので、これも、はい、ライトニングドラゴンでしっかりとここのタンクを削っていったら、あとはですね、ボーデンで削っていったから確か。この辺とかも結構やっぱり耐えてますね。耐えていっての、はい、なのでね、タウンホール11になったらね、とりあえず、ライトニングドラゴンは上げちゃっていった方が絶対いいですよね。で、ベビトラとかもちょこちょこ稼ぎつつ、パーセンテージを稼いでいっての、資源を取っていって、で、これもね、戻ると、もう普通にライトニングドラゴン1体ぐらいしか消費していないので、で、普通にまた、出撃資源狩りに行けるっていう、そんな回し方になっております。
はい。じゃあね、実際にね、セットしておいたので、ライトニングドラゴンとかビビドラ、あ、やべ、変な感じになっちゃったんだけど、実際にね、これでね、ちょっと出撃していきましょう。さあ、放置村出てくるかな？いやー、なのでね、どんどんどん資源狩りもね、進化してますよね。ほんと19日でよ。19日で電気壁、ここはね、そこまではすごい美味しくはないんで飛ばします。飛ばしてて、あとは対空砲とかもね、結構距離が離れてるような、そんなところをね、狙っていきたいですね。なのでこれも、ちょっと飛ばしていきましょう。あと、ウォーデンだ、そう、俺、ウォーデンがね、あれなんですよね、あ !90 万あー、ここ行きてーけどな、対空砲近えな。なんか、ライドラで一気に、こう、行けないかな、これ。レイジライドラ。ちょっと、舞台をブーストしておこう。舞台をブーストしておいて、やっぱりレベル1とレベル2ではね、全然違うと思うので、とりあえず、ここ90万は美味しいんで、一旦トラップ確認のバルーンを設置しつつ、で、ライトニング、もうレイジかけちゃおう。レイジかけてチェーンで一気に対空砲。奥の対空砲を狙ってほしかったんだけどな。微妙か微妙いかこっちの施設は壊れた。で、チェーンたくさん入って。チェーン、なんか中途半端に入った。中途半端に入ったけど、でももうここら辺は一掃したんで、どう追ってって、微妙い。微妙い感じになった。で、あとこっちサイドか。こっちサイドもね、援軍でもらったやつを出してって、で、これはレベル3のチェーン、ライトニングドラゴンか。なんで、ここはしっかりと、チェーンライトニング強えな。で、削ってって、奥のアーチャータワー対空砲削っていった。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。で、もうめちゃくちゃ施設壊す。援軍のライトニングドラゴンが強い。援軍のライトニングドラゴン強すぎ。強すぎ。強いな。もうライトニングドラゴン数体だけで全開取れちゃうんじゃねえかってぐらい。めちゃくちゃ強い。だってこんだけ段階で 46% までいってるんで、強っ。で、あとはじゃあベビドラとかで、あとはポンプ系を狙っていきながら、しっかりとカットしていって、で、エリクサーとかもめちゃくちゃ90万あったんで、すごいめちゃくちゃ稼げましたね。で、あとはウォーデンだな。ウォーデンの出す位置どうしよっかな。ウォーデンこっち方向かちょっと出していきましょうか。こっから出していって、で、大陸の高さ、射程の長さを生かしていって、で、パーセンテージをね、稼いでいくっていう、もうこれだけで、ね、エリクサーとかもすごい節約できたし、で、資源もね、めちゃくちゃ抜けてるんで美味しいですよね。で、ウォーデンでここで金山で、あちゃくいから当たらない位置、テスラにも当たらないですよね。あ、でも俺レベル1のウォーデンだから火力低く。レベル1のウォーデンだから。火力低いな。ちょっとエリクサータンクも、ちょっと全部抜いておきたいところではあるんだけど。で、ここでそう、どう？ベビドロ、ドラ、仕事してる？あ、しっかりときっちりと仕事してて美味しいですね。で、あとは金庫とかエリクサータンクとかも削って、もうこの段階で 60% まで乗ってますよね。乗ってるんで、あとは、もう普通にアチャクイで削っていって、で、まあ、全開まで行かなくていいかな。これもう全部ユニット使えば全開いけるんだけど、そんな全開までね、狙わなくていいです。で、ウォーデンとかも、大丈夫、アチャクイ、入んない。ギリギリ入んない。いい、すごい仕事してる。めちゃくちゃ仕事してる。ウォーデンギリギリ射程の長さ生かして。どうしようかな。エリクサータンク壊れるぐらいのタイミングで、もう撤退しちゃっていいかな。もう 74% の。星1か、つけれてるんで、なので、こっからもう撤退してて、アチャクイとかも、あ、大砲がタギ取られたんで、ここでクロークを使っていって、で、エリクサータンクも抜いていったら終了でいいかな。終了してって、はい。で、474万の。めちゃくちゃ美味しい感じですよね。で、戻ってくるとね、もう援軍、編成はできてて、で、援軍申請でね、もらっていけば、またすぐに、こういう風にね、出発できるっていうね、もうどんどん超えてね、稼いじゃってね、タウンホール11以上の方はね、ほんとね、壁塗り苦行だって言われてた時代が懐かしいですね。あ、ちょっと待って、ゴールドがちょっと溢れそうなんで、壁をね、塗っていって、1個塗っていって、いいかな、こんなもんで。こんなもんで塗っていっての、じゃあ、行きましょう。さあさあさあ、もうタウンホール11になって、もう壁とかもだんだんね、黒くなってって、こっからさらに、全部マグマ壁とか、いけそうな感じ。あー、ここいいですね。いいんだけど、あ、でも対空砲が弱え。対空砲弱いんで。どういこっかな。対空砲弱いからな。両サイド、こっちに1体ライドラ出して、パーセンテージを稼いでいって、で、こっち方向も、レベルの高い、ライドラのチェーンで活かしてって、で、逆サイドはヒーローで削っていくみたいな、そんな感じがいいかもしれないですね。なので、ちょっと一旦ポイズン落としといて、で、こっからね、しっかりと削っていきましょう。で、アチャクに入る。アチャクにもチェーンが入っていって、美味しいですよ。で、しっかりとダメージを入れていく。で、そろそろ火力が高くなってくると思うので、ここでアチャクを仕留めるように、反応しろ！反応しろ！そっちじゃない！
そっちじゃない。よしよしよし。アチェクを倒していく。で、こっからパーセンテージをね、伸ばしてもらいましょう。で、そうだな。で、レベルの高いライトニングドラゴンをこっち方向に進行させていきながら、しっかりとね、ここから、施設レベルも低いんで、パーセンテージ結構稼げそうですね。で、こっからチェーン、ライトニングドラゴンでしっかりと削っていってもらって、いいぞいいぞ。で、チェーンがいい感じ入って、対空砲も折ってくれると美味しいんですけど、微妙いな。微妙い感じになった。対空砲2本から攻撃受けてる。どっちどっちこっち。よしよし。で、あと1本を折ってくれれば、あるよ。まだ伸びる。オッケー、伸びる伸びる伸びる。で、アーチャータワーをこっからさ、削っていって、で、めちゃくちゃパーセンテージ伸びるな。この段階で 40% だよ。まだこっちのライトニングドラゴン生きてる。めっちゃ仕事するな。めっちゃ仕事してくれるんで。で、あとはベビードーラで、なんかちょこちょこ削ってってもらいましょう。そうだな、ウォーデンとかはもうとりあえず、あーでも白飛行があって結構食らっちゃいそうなんで嫌なので、まあベビドラがちょっと数多いんで、ベビドラでちょっと削っていきますか。削ってってポンプ系を狙っていきます。で、あとはね、アチャクイとかも、しっかりと、こっちめ、また仕事してんの。まだ、すごい、長寿だな。長寿、ご高齢ですね。ご高齢、すごい、めっちゃ仕事してて、もう 52% 乗った。で、だいぶ削ってって、で、どうしよう。すごい、削りすぎ笑うたなるんだけど。まだだって仕事してんもんな。ずっと社畜、永遠に無限に仕事してる。なので、もう、じゃあ、アチャクイでここら辺を削っていったらもう終了ですね。50%、60% と乗っているんで、で、ここでダメージ少しでもターゲット取られてしまったら、ここからエリポン、発動していって、クローコ。で、40万、40万で。で、これで戻っていくと、さあ、編成はもうできてますね。アーチと、ベビドラ足していきましょう。ベビドラ足していって。まあ、いっか。で、この段階で、もう呪文とかも、あ、フリーズちょっと積んでいきます。で、フリーズを積んでって、ポイズンあんまり必要性がないかなって思ったんで、で、まあ、あとはね、5分あるんで、次の申請まで。なので、またね、この段階で、壁をちょっと塗っていって、ドクロ壁も全部、塗って、あれ、エリクサじゃない。こっちを塗ってって、で、さあ、で、この要領で、出撃していけば、もう、じゃんじゃん稼いでて。確かにこれはね、ほんと効率がいいんで、19日で電気壁300枚塗ったっていうのを、納得いきますよね。はい。あ、ちょうどいいですね。こういうとこ。ちょうどいい。むしろベビドラと、あれヒーローだけでいいんじゃねえかなっていうような、なんかそんなちょうどいいとこ出ちゃってるんですけど、どうしようかな。いい感じに繋がってるんで、こっち行っちゃいましょうか。こっちをね、ライドラで出してって、レイジはまだいいかな。なんか中の方に入って対空砲に撃たれるような、そんなタイミングでちょっと使っていきたいですね。で、めっちゃこうして、あー、そう、超高流れか。でもまあこっち方向はもうベビドラだけで削っていけるんで、こっちのライドラちゃんにはね、しっかりとね、削ってもらって。で、呪文とかに関しても、そんな、使わなくて良さそうですよね。なんか、そんな、無駄遣いしなくてもいいかなっていう感じ。で、こっち方向も、ライドラちゃんで、削ってもらって、で、稼いでいきましょう。たくさん稼いでもらって、で、こっちの金山のごちゃ気になるな。どうしようか、こっちのダクエリポンプに関してはね、ウォーデンだけで、削っていけそうなんで。なので、どう？めっちゃ入る。いいか、気持ちいい。見てて気持ちいいですね、これ。普通に見てて気持ちいい感じ。で、22% か。で、さっきはね、結構トロも上がっちゃってるんで、トロ下げしちゃってても、全然いいかなーっていう感じではあるんですけども、どう？ここから呪文とかもしっかりと入ってって、どうだ？対空砲入ってくれるか？対空砲ってくれる？入らない、対空砲の方に入らなかった。まあでも、ここからベビドラ出してって、で、しっかりとポンプを削ってって、で、あとはね、アチャクイだな、アチャクイでパーセンテージ、まだ 29% か。どうしよっか。こっちの金山も、へし折りたいんで、とりあえずバルーン出しといて、で、レベルの高いバルーンでアーチャータウンを削って、で、こっちのビビドラには上の方向に行って、あ、でもビビドラ今回使いすぎちゃってるな。あんまり良くないかもしれないですね。リリクサー使っちゃってんで。でも、ここのベビードラが結構施設壊してくれそうなんで、あとはね、どうしようかな、50% か。そっか、50% 考えていかないとダメですね。でも、ほとんど金山とエリクサーポンプ取っちゃったんで、もうこれね、別に負けてもいいですしね。別に負けてもいいんだけど、でも、ベビードラがどう？結構仕事すんな。なので、もうババキンからのアチャクイでちょっとパーセンテージ無理やり稼いでいって、で、ライフオーラとかでしっかりとね、パーセンテージ無理やり稼いでいってからの、で、あんまりね、ヒーロー、戻った時にヒーローいないっていうパターンも嫌なので、あと施設1個削ってったら、撤退していって、で、46万47万5100、あ、ダクエリも美味しかったですね、今。
で、こんな感じでガンガン稼いでって、ちょっと、もうドクロ壁はもうないかな、さすがに。ドクロ壁もうないかもしれないんで、じゃあ、レゴ壁を塗ってってね、今回ね、終えたいなと、一重、百千万、十万、八十万、レゴ壁昔と比べ、木壁本当昔と比べると、すげえ安くなりましたね。昔300万とかかかりましたからね。はい。ということで、今回はですね、たった19日で電気壁300枚塗り終わった男の資源狩り編成、こちらをご紹介いたしました。いやー、まあね、タウンホール11以上の人じゃないとね、ちょっとね、できないんですけれども、でもね、いろんな資源狩り方法ですね、私ケースケですね、いろいろね、動画で、お送りしておりますのでね、もし、ですね、タウンホール10以下の人たちでね、効率のいい資源狩り方法もっとないかなってお悩みの方はね、ぜひともですね、私のケースケのチャンネルですね、まあ、クラクラ資源狩りって言えば、今ね、いろいろ動画ね、出てくると思いますんでね、皆様ね、検索してね、資源狩りやってみてはいかがでしょうか。で、これからも毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。